そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき、錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、ニシキは俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。ユミは失踪中、遥とニシキヤマが接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前、まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。行ってらっしゃい。遥を探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリュウちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ。シンジ君、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイ
Nishikiyama さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワーは祭の瓦が見えます。シンジ待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。おじさん、無事に帰ってきてね。はるかのことは俺に任せろ。何心配ないさ。早く行ってやれ。
するのしてください。申しません。
今どこだ？雑居ビル跡です。サイの顔の近く、バッティングセンターの裏。分かった、すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな、シンジ。いいとこ行かない？もうやめて、これから用事があるのよ。そんなもんいいって、ほら行こうぜ。いい加減どいて。どうせ大したようでもねえんだろ。いい。
兄貴、今ビルの屋上に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。わかった、すぐにそっちに向かう。昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと、アラセの兄貴。そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。
Yeah!
待て。あ、兄貴。キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちだけ撃てよ。シンジは撃てて俺は撃てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。
兄貴。すいません。最後まで。シンジ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴。これを。シンジ。お前シンジ